深夜帯に飯を食べる系のチャンネルは絶対に見てはならない。どうもちはやです。マリオメーカー2やっていきたいと思います。飯テロ半端ねえからです。えぐいよな、ほんとな。ストゼロとか飲みながら食べてる動画見ると、え、俺も一杯行くかみたいな気持ちになっちゃうんだよな。よろしくお願いします。さあ参りましょう。カメ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 っていうコースです。うわっ、ちょっと待った、想定外だった今のは。あ、食らったな。食らっちゃったけど大丈夫？ USA じゃなくなっちゃったけど。困った、これは。これは困った。これは困った。ブンブン倒したらいいんだろ？でもさ、ベストタイム4分34だからね。これ、こんな序盤で食らっちゃいけなかったんだろうな。あ、やった、中間もらえた。ゴーゴー。なるほど、なるほど。なるほど、なるほど、なるほどね。なるほど、なるほどね。USA マリオで、アイテムはもらえるらしいね。とりあえずじゃあ、ここ倒して、まずこれ倒すとすごい楽になるよね。で、次これ。これは倒せないか、そっか。次これかな、倒したいのは。これ。食らった。食らったが問題なし。もう一回食らいながら、USA 取って、冷静に食らいます。で、もう一回取って、どうすればいいんだ？あ、飛んでいけない、いいのかな。で、これ踏んで、冷静にかわしながら、ジャンプして、食らいながら、できれば食らいながら取りたかった。食らってから、食らってから取りたかったが、OK、結構来。からの、あ、うん？また食らった？どこで食らった？わかんなかったぞ。神か？ OK。ギュイーンと飛んで、ジャーンプでかわします。俺次どこ行くの？あ、ここかな？ここかな？君かな？倒すのは。よし、OK。こいつどうすんの？こやつ。こやつどうすんの？いける？これ貫通でいっちゃえばいいのかな。おっと、なんか乗ったぞ。あかん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 。警察、オッケー。これ多分乗ってくんだよね、シンプルに。大丈夫？時間間に合う？これ、あ、間に合ったかも。危なっ。なんか出てくんだよね。いや、やめろ、邪魔すんな。早く出、早く出せ。オッケー。うおー、完成。オッケー、入っていく。しまった、無駄に食らっちゃった。あ、いや、絶対落ちびに行くようになってるか。ゴーゴーゴー。お、どうすんや、わざと。あれ、どうすんのこれ。あれ、あ、ボムか。ボムとか矢とか、ついでにボムも投げて。あ、やばい、勝った。死にたくないぞ、ここは。冷静。オッケー。撃て撃てー。多分ここ強い。ほとんどクッパファイヤー当たんないと思う。てか、そもそもリンクが当たんねえか。え、これさ、本当はさ、砲台を上に上げて、メットで攻撃してもらいたかったんじゃないか。まあ、結果、ほら。クリアできれば何でもいい。なんかエグそうだな、これは。どうすればいいんだろう。とりあえず踏んでみた。やばいかも、これ。やばいかも。これどうすんだろう。何するのが正解なんだろう、これ。やばい、早速食らったぞ。とりあえず取っといて、とりあえず毎回食らいながら USA スキンはなっとこう。毎回、メットが、そうだよな、クッパに当たるようになってんだ。だからこれをキープしとけばいいだけだ。やばい。危ねえ。どんどん踏んどけいいんだろ、これ。やばい。やめろ、邪魔すんな。踏みに来る。やめろ。あー、まだか。あー、クッパいつの間にか倒せてる。え、でも鍵取ってなくね。うわっかやろ、ふざけんな、なんだ急に。あ、そういうことか、さっき落ちた理由、そういうことか。よいしょ、まとめて落ちて。そうだよね、これが鍵になると。オッケー。あれ、でもなんか残ってね、クッパ。いいの？
あ、ゴールだ、やったー。初心に帰るじゃないけどね。長らくツイッターでいただいたコースとかやってなかったからな。昔はいつもやってたもんな。必ず1コースくらいは。なんなら、その子、1日その動画、そればっかっていう時もあったしな。それ考えると、ずーっとやってなかったんだよな。だから、急になんかやりたくなっちゃって。あ、これまずいかも。行かざるを得なくなっちゃったな。赤コイン、やばいかも。やばいやばい。この辺結構きついな。このリフトに合わせて進んでいくっていうのがミソよな。このちょっと待たなきゃいけないのが難しいと思う。特にそういう1マス足場とか、敵とかもいるしね。こうやって。オッケー、取れた、あぶねえ。あ、やばい、早く行き過ぎたかも。戻ります。危な。ギリギリセーフ。結構すり抜けてくるな。リフトが傘になってるってことだよね。こんなもん。オッケー。こんなもん。逆向き。次も逆向き。次が順。いつも通りの流れ。いやー、あー、落ちた、もったいねー。やばい、マジで喋る余裕ね。すり抜けてきた、あっぶねー。ちょっと遅れていかないと。あー、これ、まずいかも。ちょっとドクロのが早いよな。大丈夫かな。うー、すり抜けてきた。その赤コインどうやって取んの。取れんくない？あー、タイミングよくジャンプしたら取れたかもしんないな。最後の1枚だけ取れなくてアウトか、これは。あー、鬱っぽいな。くっそ。あ、なるほど、ボーナスステージだったか。うわ、見てー、ボーナスステージどうなってたのか。シンプルに1アップ3枚とかだとは思うけどな。ご縁で見せてあげられなくて。いや、別にみんなに見せたくてやってるわけじゃねえから。俺が見たいからだから。よかったー。1アップだったー。イェーイ。いや、俺のためだからね、見に行ったの。おわ、これはいいね。ツイッターでいただくコースって結構やっぱサムネのコースは少なかったりするんで、もしサムネのコースを作ってツイッターに送った方はちゃんと書いてほしい。サムネのコースです、みたいな。多分ね、そっちの方がプレイ。サムネのコースは絶対逃すことはないと思うから。あぶれ、よし、だと思ったぞ。え、これ結構やばいのでは。上のやつをさ、踏む手段がなくない、これ。思った。あ、違うんだこれ。99って倒すじゃないんだ。あ、それならなんとかなるかもしんない。こうやって下の方だけ処理していけば大丈夫だもんね。あ、でもなんか、結構厳しいかもしれない。上の方は反応させない方がいいな、これな。とりあえず、下2段とかでガンガン倒していって。あ、でもジャンプすることで結構反応すんだなぁ。うせ。こっち流れてきちゃったやつは。あ、いいよ。いい子いい子。ついておいで。上の方のは処理できないからね。よし、オッケー。で、まだ左にいる一匹をしっかり倒す。これは倒したいな。もう一段上も倒したいですね。けどちょっと邪魔くさいな。一旦この辺全部寄せて、もうそすらカツカクっしょ、これ。相模じゃんてか、いけるよな。そうだよな。だからちょっと上のやつが厄介。あ、もう、倒さないっていう選択。これ幅跳びでいけるかな。いける、今だ！よっしゃー！いけるいける。全部倒せだと思ったら違った。高評価チャレンジ、人気ランキング、難しい第1位のコース、ギミックスピードラン。20秒、ギミックスピードラン20秒やっていきたいと思います。こちら、一発でクリアしたら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。ギミックスピードラン、ナンバー6、20秒やっていきます。いくぞ、いくぞ、いくぞ、いくぞ。はい、まずジャンプ。これ踏んでいく。これも踏んでいく。からの、スピン。ここただのジャンプ。何もしなくていい。どっかで投げるよね。ここだな。ここスピンなし。オッケー、了解です。そのまま、オフ切り替えつつ走る。どこで投げる。上に投げた、了解した。ここでジャンプ。ここでジャンプ。踏んでいく。ロイ踏む。やったぜー。何これ、すげえ。30秒なのにクリアした1人しかいないんだ。
こちらも Twitter の DM にいただきまして、ありがとうございます。でも、そんなに ?30 秒だよ、だって。そんなにむずい。なんか、めちゃめちゃ難しいテクニックとかを入れてる感じなのかな。でもなんか今んとこ、やってる感じ。ごくごく普通のスピランをやってる感じだよね。あ、そう、一回食らっちゃうとダメなんだろうな。よし、いけた。やっていけた。残り5秒。なんだろう、ヒップ耐久か、まさか。あぶね。よし、オッケー。最後ヒップ耐久。ドッスンがなかなか反応しなくて大変だったな。